はい、今からでも遅くないベースレッスン講師の大沢でございます。いつもお世話になっております。今日はですね、ジャズですね、エレキベース、ウッドベースに限らずお話ししていくんですけども、4ビートのベースラインが、いろんな曲で弾けるようになりましたという方がですね、ソロをね、いざソロをね振られた時に、ルートから入ってしまうっていう方がいっぱいいると思うんですよね。そういう方々が、どうやって、回避していくかっていう方法についてですね、お知らせしたいと思います。はい、というわけでベーシスト作曲家の大沢つのりでございます。このチャンネルはエレキベース、ウッドベースを趣味で紹介学習的に楽しんでいきたい、辛く厳しい練習を毎日したいわけじゃないんだけども、効率的な練習方法を知って早く上手くなって、バンドとかセッションとか生配信とかなんたらかんたらとかですね、いろんなところで楽しんでいきたいな、音楽楽しんでいきたいなという方々が集うチャンネルとなっております。よかったらチャンネル登録してみていただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。また動画の内容リクエストもお待ちしておりますので、コメント欄とか僕のホームページの方にアクセスしてもらうとか、各種 SNSからアクセスしてもらうとか、してもらえばいいと思います。よろしくお願いいたします。本日の内容はリクエストいただいた内容ではございませんが、僕このチャンネルと2021年の3月ですね、今から10ヶ月ぐらい前かな、10ヶ月ぐらい前だね、から始めたんですけども、ちょっと初心に帰ろうかなと思いましてですね、チャンネル登録者さんもかなり増えてまいりましたので、元のね、僕初心者向けの動画をいっぱい撮っていこうかなと思ってたのに、気づいたらですね、ちょっとね、難しかったね、いろいろね。難しかったので、初心者にお役立ちの情報をですね、ここから3ヶ月間ぐらいはちょっと集中して、届けていきたいなというふうに思っておりますので、本日もそんな感じの内容になるんですけども、4ビートのベースラインですね。練習するじゃないですか、ベースラインって。いろんな曲でね、カレハとかね。やったりするじゃないですか。今間違ったけどね。やったりね。フライミートダムとかね。とか、ソフトリー、アズニのモーニングサンライズとかね。感じで、有名な曲とかやっていくと思うんです、皆さんね。あとブルースとかね。とかやると思うんですけど、ここは余談です。余談ですけどもね、たまにベース、ウッドベース弾かないとね、僕も下手になっちゃって、弾かせていただきましたよ。はい。そうじゃないんですけど、こんな感じでベースラインをですね、皆さん、練習なさって、そして、セッションなんかに臨んだりとか、あるいはライブでね、ライブでというのは、バンドでね、リハーサル入ったりとか、するかと思うんですけども、ソロ振られますよね、そうね。ソロ振られた時に、大体の方はね、ベースラインしかやってない方は、そのままね、例えば枯葉で言うと、ソロ振られちゃったって思って、このまましれっと、ね、こうベースラインを弾き続ける。ベースラインソロなんで、みたいな感じでね、弾き続けるわけですよ。なんですけど、僕ベースラインソロなんで、淡々とね、例えばね、オレオとか、循環系とかで速い曲あるじゃないですか。こういう曲だったら、それをブン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 って、もう速いから、速い曲だから、トン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 って言ってもソロっぽく、なりますよね。周りの目もしょうがないかなっていう感じの、目があったりとかですね。そんな感じで、これはソロとして認知してくれる可能性がかなり高いんですけども、さっきみたいに、こうやってよ。そのまんま、こう。彼派のベースラインを弾き続けるとですね、ソロを振ったソリストさん、あるいはフロントマンの方がですね、
お前に振ってんだよっていう顔をするわけですよ。ね、いやいや僕はあのベースラインソロなんで、さっきも言いましたけどね、あのそんな感じで、思っててもですね、いやいやお前に振ってるんだ、いやいやお前それソロじゃねえだろ、ベースラインだろみたいな感じで、やられるわけじゃないですかね。経験ある方たくさんいると思うんですけども、そんな状況をどうやって回避していくのかという、今日はそんなお話ですね。前置き長くなりましたけども、そんなお話でございます。これをね、見終わる頃にはですよ、この動画見終わる頃にはきっと自分も弾ける気がしてくると思います。はい、ブルースリーを見終えた後にはとか強くなった気になるのと同じですね。そんな効果がこの動画にはございます。安心してください、うまくなります。はい、ではやっていきましょう。今、まあ、枯葉やったんで枯葉でいいと思うんですけど、皆さんご存知なんでね、僕がルートからね、ルートから入ったパターン、あるいはルートから入ったりとか、この辺のベースラインの、まあ、音選びでですね、ちょっとソロっぽくなるような感じで弾いてみます。はい、ちょっと日本語変でしたね今ね。もう一回言わせて、ルートから入る、音選びは普通のベースラインと同じような音選びなんだけど、ソロっぽく聞こえさせてみます。でいいですかね。行ってみます。じゃあ、伴奏から、今ピアニストがね、弾いてて、でこの辺で振られるわけですよ。あー振られたーって、まあ、こんな感じどうでしょうか。音選び的にはですね、ルートから入ったし、ベースラインで使うであろう、まあ、2度3度とかね、5度とかパッシングノートなんかを用いたんですけども、リズム変えました。はい、リズムとアクセントを、用いましたですね。アーティクレーションですね、要するにね。実際ですね、まあ、こんな感じで音選びがどうとかよりも、実はリズムっていうのがめちゃめちゃ大変じゃない、意味があるんですね。まあ、太鼓のソロなんかそうじゃないですか。太鼓って、まあ、普通に伴奏やってた時はチチチチやってますけども、叩くものって変わんないでしょ、別に。ソロの時とソロじゃない時って変わんないじゃないですか。まあ、ただちょっと激しくなりますけど、もう、まあ、あんなに激しくしなくてもいいんだけどね。まあ、リズムを4ビートじゃなくしてあげればいいんですよ。ただそれだけなんですよ。例えばですよ、逆のこと言うと、4ビートのリズムでね、ブン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 のリズムなんだけど、例えば、まあ、3度から入ってみますね。全部のコードで3度から入ってみると、ちょっと間違っちゃうかもしれないけど、ちょっとね、慣れてないからそういうの間違っちゃうかもしれないんですけど、3度から入ってもベースラインに聞こえませんかというものをちょっとやってみますね。じゃあ曲の後半からいきますね。最初はルートから入ってみますね。さっき言った予言通りですね、D7 は D から入ってしまいましたけど、それ以外のところは3度から入りました。ベースラインに聞こえませんでしょうか。ちゃんと聞こえますよね。ということで、だから4ビートっていうのはリズムのことで、
音選びのことではないっていうことですね。なので音選びが例えばルートから入ろうが、リズムが変わってれば、それっぽく聞こえるんですね。リズムで歌うということを心がけてみればいいと思うんですね。あとアーティキュレーションですね。例えばですけども、リズムのアーティキュレーションがしっかりしているとソロに聞こえるという、ものをですね、ちょっともうちょっと体感してもらおうと思うんですけども、マイナー2-5、がありますね。この曲で言うと A の D7Gマイナーっていうですね、この時に、2-5-1 フレーズを普通に弾いてみます。はい、こんな感じで、弾けるんですけど、1-2-1-2せーの、ですね。これは Am7-5、ハーフディメンションの時に3度から入ってて、で D7 の時に3度、頭3度なんで、ルート使ってないですよね。ルートから入ってないんですよ。で Gm の時もこの9th からルートに落ち着いたりとか、9th から5度いっちゃったりとかしてるんで、ルートは多用してないんですけども、これをですね、ルート始まりのちょっとソロのラインに変えてみますね。Am なので、ね、A から入って次 D のルートね、1-2っていうのに変えてみます。まるっきりこれ6リアンで下がってきて、でこれはこれセブンスのコードトーンをルートから思いっきり入ったパターンなんですけども、さあこれどう聞こえるでしょうかっていうものですね。いってみます。はい、どうでしょうか。ルートから入ってますけども、問題ないですよね。はい、全然問題がないことがわかると思うんです。ちょっとね、音的な広がりがないとか、ハーモニーの広がりがないとかっていうのは、それはご指摘があるかと思うんですけど、その通りです。その通りなんですけども、メロディーに聞こえなくはないと思うんですね。結構主なメロディーがですね、コードトーン、ルート使ってたりとかね、するんですよ。なんでテンションばっかりじゃないですよね。でルートから始まったりとか結構してるんで、その辺は問題ないと思うんですね。それよりも何よりもですね、大切なのはアーティキュレーションとリズムとね、リズミックな変化をもたらすことが大切だということですね。ティッカタッタ、これだって頭から入ってないですよ。そんな感じでですね、4ビート全部敷き詰めてないですね。これが普通に4ビートだったら、1-2-3-4これベースラインですよね。はい、ベースラインに聞こえますけど、これ、変えてあげます。はい、音使いは全て同じなんですけども、リズムとアーティキュレーションを変えてあげただけでこんなに歌っぽくなるんですね。でだからその考えでいくと、さっきのね、感じでですね、一部やっぱダメですね。ルートから入るっていう癖がついてないもんで、間違えましたけどもですね、可能ですということですね。理論は分かっていただけか
ったなと思うんですけども、いかがだったでしょうか。まあこんな感じでですね、あもちろんねリズムを変えるっていうのも、それっぽいリズムっていうのが一応あるわけなので、その辺はですね、僕の動画をまあ見てもらってそれ真似してもらってもまあいいんですけども、それやってもらえばいいんじゃないかなというふうに思います。いかがだったでしょうか。内容について良かったと思う方はですね、ためになったって方はグッドボタンを押して、ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。わかりました。大丈夫、こんな感じで伝わりますかね。伝わんなかったらですね、伝わんないっていう方はですね、コメント欄に伝わんねえバカ野郎ってこう入れてもらえばいいと思います。それでは失礼します。バイバイ。